こんにちは、ケース。今日は、からかい上手の高木さん、3の4、衣替え他のバウトレビューを撮っていきます。はい。今回の話の印象を、簡単にまとめると、まあなんか、良質な話が多かったかなと思います。はい。まあただ、まあなんていうのかな、良くも悪くも、よくある高木さんのパターンだったかなというか、うん。まあなんか見たことあるような話が、まあ良くも悪くも多かったかなという印象です。はい。まあね、いい話が続いてました。はい。今回のカードリストを見ていくと、衣替え、冬服、お弁当、UFO、夜になります。はい。どれもまあなんか、まあアベレージが高いというか、そんな感じでしたね。はい。じゃあまず衣替えから行こうと思います。まあ衣替え、夏服から冬服になると季節が流れてる話だったんですけど、西方が冬服になってて、それを見た高木さんが、まだな夏服の高木さんが、同じタイミングで衣替えできたら私の勝ちって勝負してたのに、自分の中でそういうなんか勝負をしてたことを、こぼすんですけど、これまあ、西方自身は何それみたいに言ってるんですけど、まあ高木さんが、まあ、西方と同じタイミングで衣替えしたいなという乙女心を持ってるんだなっていうところがね、まあ感じられる話でしたね。はい。うん。だからね、こういう気持ち分かりますかね、なんか、好きな人と同じタイミングで、衣替えできたらなっていう、まあ、なかなか中高生にしか分からない感覚だと思うんですけど、こういう気持ちを持てるっていうのは素敵なことだなと思いました。はい。で、まあ前回の猫救出っていうエピソードで、まあゆかりちゃんたちが話してた、もうすぐ衣替えなのに暑いみたいな話をしてたんですけど、まあこれがいい伏線になってて、今回衣替えっていうエピソードが一番最初に持ってこられてましたと。はい。で、まあオチは、寒いって言ったら温めてくれるのって高木さんが言うっていうオチがあったんですけど、まあそういうちょっとした恋愛エピソードあったんですけど、まあピークは僕は冒頭部分の同じタイミングで衣替えできたら私の勝ちって勝負してたのにっていうセリフかなと思います。このセリフの中に高木さんの思いみたいな、なんかそういう同じタイミングで衣替えできたらなみたいな、その当時にしか味わえない感覚みたいなのがこの一言に詰め込まれて、素敵でした。はい。で次、冬服、これあの皆さんないゆかりちゃんの話なんですけど、衣替えみんなで一緒にやろうって言ってたのに、さなえちゃんにだけ連絡が行ってなくて、ずれるっていう、まあ、これ夏服の時と全く同じことを繰り返してるだけの話なんですけど、このくだらなさがね、良かったですね。もう何回も繰り返してほしい、これ。本当に、同じことを繰り返してるだけなんですけどね、笑っちゃいました。はい。この一緒に衣替えしようっていう約束みたいなのも、まあ中学生独自のものかなっていうんで、まあなんかそういう約束してたかどうかは覚えてないんですけど、そういう約束ができるっていうのも、まあ中学生だからっていうところがあるんで、すごいいいなってなんかちょっと羨ましくも感じました。はい。うん。で、次。お弁当。まあいつものように、からから高木さん。西方がなんか一人で食べてるところにやってきて、まあ、いつものようにカラカラっていうだけのエピソード。もうこれはただただ、うん、西方が羨ましいという感想しかわからない、うん。なんか定番の流れでしたね。うん。うん。もう悪くなかったかなと思います。ただただ西方が羨ましい。うん。こういう昼食楽しかっただろうなっていうのは感じます。はい。次、UFO。うん。UFO っぽい写真を撮るっていう。あまりにもくだらない話なんですけど、うん、これまず最初の部分の、うん、高尾と水田内が絡む感じ、なんか、UFO とか信じてるのもとか、キモいみたいな、くだりが、まあなんか、学生感があっていいなって感じましたね、この、このなんか、仲良くもないけど悪くもないというか、感じがなんかクラスの、いい雰囲気を感じる、なんか学生感がすごく感じられて、なんかちょっとしみじみしました。はい。うん、で、まあ、UFO っぽい写真を撮るっていう、西方のわけのわからん、目標のために付き合ってあげる高木さんの優しさね。こんなくだらんことにも高木さんちゃんと付き合ってあげるっていうところがね、本当に、うん、優しかったというか、羨ましかったです。はい。僕もね、この YouTube チャンネルでくだらない動画ばっか
かり撮ってるけども、いつも一人なんですよね。この動画も、まあ、相当くだらないシリーズなんですけども、いつも一人でね、やってるので、寂しいですね。羨ましい。羨ましいよ、高木さんが付き合ってくれる西方は。はい、という感じでした。はい、次。夜。はい。もう最後の話になっちゃいましたね。これは、銭湯からの帰り道の話なんですけども、まあ、中学生が夜銭湯行くのはいかがな、一人で銭湯行くのはいかがなものかという思うんですけど、まあ、さておき、まあ、銭湯から帰り、西方と高木さんが一緒に帰るっていうだけの話なんですけど、うん。まあ、各々理由があって銭湯に行ったんですけど、まあ、二人が帰るって話なんですけど、なんていうのかな、夜道、特に中学生にとっての夜道って、なんていうのかな、ちょっと非日常で、まあ、なんか不思議な雰囲気っていうのが漂う。わかりますかね、この感じ。まあ、なかなか慣れない道、いつも通ってる道なのになんか夜通るとちょっと違うように見える。この辺に高木さんもいる。いつも学校で見る高木さんと、登下校一緒の高木さんと、なんか夜道歩く高木さんとは、なんかちょっと印象が違う。っていう感じ、この不思議な感覚みたいなのが。まあ、うまく表現されてたかなと思います。はい。だからこういう帰り道って、まあ、高木さんも言ってたんですけど、なんか新鮮な感じするよねっていう。この感じ、こういうよう、こういう歩いた道っていうのがなんか妙に記憶に、ね、残るんですよね。この、ちょっと静かなシーンがしばらく流れるんですけど、この静かな雰囲気がとても良かったし、なんかバックで流れる飯の音みたいなのも雰囲気にあって、まあ、良かったですね。なんか、寂しい気持ちになりました。なんか、僕も夜道を、歩きたくなりました。一人だけど。はい。で、で、最後は、まあ、こっちだから帰るねって言って、高木さんが帰ろうとしたら、送ってくよって、高木さん、西方が言うんですけど、ここがね、西方のいいところですね。こういうことを自然と言えるのが、まあ、西方のいいところ。西方自身からかわれてるだけじゃなくて、ちゃんとね、こういうところはね、男らしいんですよ。まあ、男らしいとも本人は思ってないけど、こういうことをさらっと言える西方っていうのは、まあ、素敵な男性ですね。はい。うん。で、まあ、なんか、この後、送ってくよって言ったら、高木さんがドキッとしちゃって、なんか妙な間が開くんですよね。うん、この間が、なんか、なんとも言えないというか、まあ、アニメって結構テンポよく会話のラリーが流れること多いんですけど、こういう間っていうのは、まあ、実際会話してたら実際本当に起こるし、うん、特に学校で男女の中っていうのは、本当になんか妙な間みたいなのが発生することもあるなというか、不思議な間がちゃんと描かれてて、こういうことを丁寧に描いてくれたのは本当に良かったですね。うん、この間がなんとも心を締め付けられました。はい。うん。まあなんかオチ的な話は、散々今まで、帰り道、西方からかわれるんですけど、最後にふとカウンター的な、西方自身も攻撃してるつもりはないんですけど、予期せぬ。高木さんをドキッとさせる一言を発するっていう流れが、なんていうのかな。僕が、好きなクリティカルっていうエピソードが過去にあるんですけど、このクリティカルの話にちょっとこっちは似てたかなと思いました。うん、いつかクリティカルの話もできたらなと思います。はい、高木さんって予知夢能力で圧倒的な勝率を持ってるんですけど、勝負においては。ただこういうなんか勝負外のことで、西原がふと言ったセリフみたいなのに、ズキュンとしちゃう。やられたみたいな。一本取られるっていうところはね、まあなんか、ここも高木さんの魅力、西方の魅力でもあるし、そこがなんか見てて僕は好きというか、キュンとしちゃうポイントでしたね。はい、というところでした。はい。で、皆さん、まあ夜道は気をつけて帰りましょう。はい。できるだけ夜道歩かないようにしましょう。はい。ということで、今回はね、早いですけど、もうまとめ入ります。はい。うん。なんかどの話も、まあ言ってしまえば、何度も繰り返してきたパターンなんですよね。うん、冬服はもう夏服の時と全く同じくだりだし、まあなんか、その他のお弁当とか、衣替えとかも全部なんか今までの高木さんみたいななんかよくある、エピソードからかって、まあなんかちょっとキュッとキュッとする話みたいなのがあるみたいな、まあ定番の流れ、定番のエピソードみたいな感じでしたね。うん、夜もクリティカルに似てるって言ったと思うんですけど、なんかそういう定番パターンで、まあなんか、まあ良くも悪くもって感じ。ちょっとまあ、既視感はある。ですけど、まあこういうのが好きでみんな高木さん見てるんで、まあ僕は良かったですね。うん。うん。ちょっとまあありふれてはいたんですけど、まあこういうのでいいんですよって感じです。うん。こういうのはいいんですよって感じでした。はい。
前回のね、うちは他がね、あまりにもね、良作揃いだったんで、まあ、ちょっとなんか見劣りするような気もするんですけど、今回は本当に良作揃いでした。はい。前回が凄すぎただけ。今回も普通に面白かったな。高木さん入門としてはいいんじゃないでしょうか。入門ってなんだ。ということで、はい、今日はこんなところで、はい。以上、衣替え他のバウトレビューになりました。じゃあ今日ここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。